災害、その時あなたは。今回は風水害からの避難について考えます。風水害から身を守るため、いざという時には避難が必要です。どのような情報を頼りにしたらよいのでしょうか。まず前回お話ししたハザードマップなどで、地域でどのような災害が発生する危険性が高いのかを把握することが必要です。その上であらかじめ災害発生の危険性を知らせる情報に注意します。例えば気象庁が発表する警報・注意報等の防災気象情報では、いつ危険性が高まるのかが分かります。これは市町村単位で発表されます。市町村内のどの地域で危険性が高まるかは、気象庁のホームページでご覧いただける浸水害、土砂災害、洪水の災害ごとの危険度分布で確認できます。また大雨などにより災害が発生し、また発生する恐れがある場合には、市町村の判断で緊急性の高さの順に避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示の3段階の避難勧告等が出されます。なお必ずしも段階的に出されるとは限りませんので、ご注意ください。避難勧告等は市町村防災行政無線による屋外拡声器、緊急速報メールなどで地域に伝達されます。またテレビ放送や自治体のホームページなどでも確認ができます。避難するタイミングはどうやって決めたらいいんでしょうか。避難準備、高齢者等避難開始が出された場合、避難に時間のかかる方やその支援者は、予想される災害に対応した指定緊急避難場所等の避難場所へ立ち退き避難をします。避難勧告、避難指示が出された場合は、それ以外の方々も立ち退き避難をします。特に避難指示が出された場合、すでに災害が発生してもおかしくない極めて危険な状態となっております。なお突発的な災害で避難勧告、避難指示が間に合わない場合もありますので、危険を感じたら自らの判断で避難行動を取ることも必要です。情報は大事だけれど、自分たちで危ないと思ったら早めに避難するんですね。日頃からのご理解と備えをしておくことが、災害から身を守るために重要です。いざという時には決して逃げ遅れることがないよう、情報収集に努めましょう。